はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね、動画なんですけれども、まあ、サックスのお話をしようかと思ったんですけれども、まあね、基本的なことはね、随分話したかなと思ってね、今回はね、音楽のお話でございます。はい、でね、私はね、特にね、ジャズをやってる身でございますので、まあね、ジャズのお話でございますね。はい。でね、なぜサックスの話をもうね、しないかっていうと、まあ、基本的なね、ことは話しちゃったと思うんですよ。うん、で私のコンセプトとしては基本的には自分で研究をしてで自分に一番合った方法を見つけてくださいっていうことなんですね。っていうのもねやっぱねほら前も話したけど人それぞれさ形が違うでしょね、あの体も違えばさ口の中の形も違うし骨格も違うし指の長さも違うわけなんですよ、うん、なのであの、ね、このやり方がいいですよっていうふうに、ね、言ってね教えることっていうのは基本的にはねすごく危険なことだと思ってるんですね。うん、だからね自分で研究してで自分で合ったものを探すというのもねやっぱね最終的にね指が回ればいいし、ね、最終的に出てきた音がね良ければいいんですよ。はっきり言っちゃうと、うん、だから ね固定的になんかこういう時はこうしましょうこういう構え方をしましょうだとかっていうのはね僕はね基本的にはおすすめしません。はい、なので自分に合った方法を探してください。うん、ねまあいろいろあるんですけど言いたいことはまあそれはねあえて言わないんですけど、はい、というわけでねまあね前回のねこのね音楽系のお話ではですねまあ表現についてねちょっとお話をしてったんですけれどもこれからねもっとね踏み込んでねちょっといろんな話をしていきたいなというふうに思います。はい、というわけで今回ねまあ特にねジャズをねあのやりたい人やってる人にねまあ、これからね頑張ってねやっていきたいなと思ってる人にね、ちょっとね送るね、面白いね話をしていきたいなというふうに思います。はい、というわけでね、サムネイルとタイトル通りはい、ジャズをねやる前に、自分に課すべき10個の質問おー10個の質問ですね。これをね、用意しました。はい、でねこのね10個の質問なんですけれどもすごく基本的なことです。ですごく基本的なんですけれども誰もね自分なりのね答えをね持ってる人っていうのは多分いないんですよ。うん、持ってる人はもちろんいる。もうそれはね超ベテランの人たちはねあの持ってると思います。はい、みんなね自分なりのね誰も言わない何も言わないですよ。うん、でもね自分なりにちゃんと持ってるんですよ。だから人をね納得させられる演奏ができるんですけど、はい、というわけでね今回ねこのね10個の質問をね皆さんにねご紹介していきたいなというふうに思います。はい、それではね早速ね、言っていきましょうかね。まず一つ目の質問でございます。はい、そもそも音楽とは何ですか。はい、これが一つ目の質問でございます。はい、ではね、続いて二つ目でございます。はい、いいミュージシャンの条件とは何ですか。はい、いいミュージシャンの条件これは何なんでしょうかね。はい、で3つ目、はい、そもそもブルースとは何ですか。はい、ブルースとは何でしょうね。はい、で続いて4つ目、はい、そもそもねジャズとは何でしょうか。おそもそも論ですね。はい、で、はい、5つ目でございます。はい、で5つ目がですねあの音楽を演奏するといったことは一体どういったことなのかっていうところなんですね。はい、何のために演奏するのか音楽を演奏するとはそもそも一体どういうことかっていうところですね。はい、すごいね質問だよね。はい、で、6個目、6個目がねあのソロについてです。うん、そもそもねなんでソロを演奏するんですかっていう話なんです。はい、で7個目、はい、グルーブっては何ですか、ね、スイングするとはどういうことかグルーブするとはどういったことかそういったね、話でございますね質問でございます。はい、で続いて8つ目ですね。はい、8つ目なんですけれどもなんでジャズを演奏するのにブルースをしっかり勉強しなきゃいけないのかっていうところです。はい、8つ目がそういった質問ですね。はい、で続いて9つ目ですね。はい、音楽を演奏する上で一番大事なことは一体何かっていうところですね。はい、そういった質問ですね。はい、そうです。はい、で、続いてね最後のね10個目の質問でございます。はい、よくさあのジャズのさあの音楽に関してはそのセオリーっていうかさジャズの理論が山のようにあってでそれを覚えなきゃいけないだとかっていろいろあるでしょ。でももう一度考えてほしいのがじゃあその理論は一体何のためにあるのかっ
っていうところですね。おー、すごいでしょ。はい、はい、というわけでね、今ね10個の質問をね、今皆さんに投げました。はい、でね、このね10個の質問なんですけれども、これに対するね明確なね一つの答えっていうのはないです。はい、なので自分なりに答えを見つけて、でそれが自分なりの音楽の土台になる部分だというふうに私は思ってるんですね。なので自分なりにね、いろいろ研究をしてですね、探してみていただければというふうに思います。というのもね、私もね最初にねジャズを始めた時にこのね10個の質問を自分に課したんですよ。自分で書いてね、というのもね、やっぱり音楽をやっていく上でこれがね基本になる考え方なんだろうなっていうふうに思ってるんですよ。というのもさ、これ誰もさこんなこと教えてくんないじゃんね。例えばさ音楽教室に行ってさ、じゃああのジャズのさ教室行ってさ、じゃあ今日はこの曲やってみましょうか、あの曲やってみましょうか、ジャズの理論においてはこうでああでこうだとかさ、もうなんかさそういう話ばっかじゃんね。このスケールがどうこうでって、このコード進行にはこのスケールが当てはまったからどうかこうかっていう話になるでしょ。あのね、こういう話って、ね、多分ね絶対出てこないんですよ。おー、俺いいこと言った自画自賛してね。まあね、なので、まあね、自分なりにね答えをね見つけていただければと思います。はい、でそれがね自分なりに合ってるかどうかわかんないとかね、あのそういうのもあればね、あのぜひコメント欄にください。はい、そしたらね私もね見てみます。はい、それでね、なんかコメントがね出ればね、コメントしていきたいなっていう、そのコメントに返信していきたいなというふうに思います。はい、まあねなかなかね難しいところですよ、これね基本的な考え方っていうのはね。で私もね自分なりのこの答えを見つけるのにはやっぱ2年半かかってるんで、だからねだいぶかかりましたよ。まあその後ねだいぶ良くなったんですよね、自分の演奏もね。はい、というわけでね、今日はね、ジャズを演奏するにおけるね、10個の質問、これについてねちょっとお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。はい、もしね、分かったとかね面白かったとかね、そういうものがありましたらぜひ高評価ください。はい、高評価とあとチャンネル登録をね、してください。あのね最近ねまあいいやはい、というわけで皆さん、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。これからはねもっとねあのいろいろね深掘りしててね、ちょっとそういった音楽の話をね、していきたいなというふうに思います。はい、それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。